千葉日報は千葉県の県域地方新聞。1956年社団法人として設立、創刊。1958年株式会社化。県政関連の話題が多い。下部には知事、県幹部の同性やコラム、防人図語が掲載されている。原則2ページあり、千葉経済面は県内の経済ニュースが大きく扱われる。 千葉日報スポーツ面が2から3ページ。千葉ロッテマリーンズなど、地元プロ野球球団、地元プロサッカークラブの情報が詳しい。夏の高校野球県予選にも力を入れている。千葉、県西、県東、県南の4ページがある。各地域の細かなニュース、話題が掲載されている。千葉面はカラー写真が載るが、県西、県東、県南面は白黒である。 毎週金曜掲載。釣りファンが愛読しており、金曜の一面の端には、釣り情報掲載と青字で告知される。原則3ページあり、県内の事件、事故のニュースが消耗される。著名人だけでなく、一般人の不法記事も載る。最終面の仮面1956年12月21日に、県市千葉新聞の廃刊が決定したことに伴い、 県市の復興を求める声が上がり、地元政財界により、同年12月に社団法人として設立され、初代社長には県議会議長松本清志が就任し、1957年1月1日に創刊された。翌1958年5月8日には、社団法人千葉日報社から株式会社千葉日報社に移行させ、新しく参議院議員川口溜めの介が、 社長に就任。後に民間人が社長を歴任しており、現在は企業として県との関連はない。大阪には死者を置いていない。2006年1月21日に千葉県教育会館で開催された裁判員制度全国フォーラムイン千葉において入場者に交通費の趣旨として一人当たり3000円の謝礼を支払い。 いわゆる桜を38人動員していたことが発覚。社は2007年1月30日に記者会見を開き、当日は悪天候が予想され、大量キャンセルの不安があった等と釈明した上で謝罪している。2011年11月16日、千葉市中央区で起きたバスジャック事件の現場取材をしていた記者が腕章を千葉県警察の捜査員に貸していたという事案が、 判明した。実行犯が、マスコミを呼べと要求していたことから、捜査員が、記者に対応を依頼。腕章を借りた、捜査員はそれを身につけて記者になりすまし、実行犯の説得に臨んだ。なお、当該記者は、社から厳重注意を受けた。2019年6月13日、印刷委託先である、日経首都圏印刷千葉工場の臨手に印刷機で、システム障害が発生。 同日付長官のスポーツ名や株式面など、計4ページが欠落したまま、購読者に配布される事態となり、千葉日報社は、欠落記事をウェブサイト上で無料公開したり、一部記事を翌日付長官に掲載するなどの措置を取った。ありがとうございます。